どうも、菊之進です。休み明けの仕事がだるくて憂鬱、休み明けの気持ちのコントロールがうまくできない、心と体がついていかなくて逃げ出したくなる、仕事に対するモチベーションが下がり、気分が晴れないあなたへ、休暇が長ければ長いほど、普段の生活に戻るのが辛くなってきます。今回は休み明けの仕事が辛い理由と、気持ちを晴れやかにする方法について紹介します。まずはじめに、なぜ休み明けは出社したくなくなるのでしょうか？それは急な変化に心がついていけないからです。休み前は仕事に対してストレスを感じながら、なんとか日々緊張状態を保ちながら頑張ってきました。しかし休みになると緊張が緩み、何事にもとらわれない自由な思うままの生活ができます。そのため休みが明けて再び緊張状態に戻ることに心が拒否してしまうのです。特に連休前にやり残した仕事が多い人や、連休明けに大事なプロジェクトが迫っている人、職場の人間関係が悪い人にこの傾向は強いです。もう一つ、生活リズムの変化もあります。休み中はついつい夜更かしして夜型スタイルになりがちです。一度崩れたリズムを取り戻す際に体に大きな負担をかけてしまいます。続いて、休み明けの憂鬱を軽くする方法について紹介します。休み明けは仕事に対するハードルを下げる、とりあえず出社すれば大したもん、今日はここまでできたら終わり、連休明けの1週間は仕事に復帰するまでのリハビリ週間などと自分に言い聞かせて、仕事に対する心の障壁を低く低く設定してあげましょう。2番目です。本調子に戻るまでは思考力を使わないサクサクできる単純作業から始めましょう。単純作業をこなしていけば、徐々に仕事に対する自信とやる気が戻ってきます。これはやる気が出ない自分をコントロールする作業興奮と呼ばれる心理学的な手法です。人は一旦行動を始めるとやる気が出て簡単に継続できるようになります。3番目です。仕事終わりにご褒美を用意する。ショッピングや豪華なディナー、温泉など自分が好きなこと、自分にとって特別な体験を仕事終わりに設定することで、仕事も頑張ろうと楽しい気持ちになれます。次の休日に何をしたいか予定を立ててしまうのもいいでしょう。気持ちが前向きになります。4番目です。今の仕事に対する不満を吐き出す。今の仕事において何がどう嫌なのかを書き出してみましょう。思いつくままに書き出すことで心の中のモヤモヤが分かり、すっきりします。吐き出した問題点の中で解決できそうなことから片付けていくと心が楽になります。5番目です。仕事に対するビジョンを描くのも効果的です。半年後、1年後、3年後、どんな仕事がしたいのか、将来の自分はどうなっていたいのかなど、ワクワクするようなビジョンを思い描くと憂鬱な仕事にもやる気が見出せます。6番目です。部屋の片付けをすると気持ちがすっきりします。部屋の掃除に限らず、靴やスーツを新調したり、車をピカピカにしたり、職場のデスク周りを整理整頓したりすることで、不思議と気持ちも落ち着き、新生活に向けて頑張ろうと思えるようになります。最後7番目です。海や森や川など自然に触れるのもいいです。自然に触れるとストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの分泌を和らげてくれます。海の音、川のせせらぎ、雨の音、小鳥のさえずり、虫の鳴き声などの自然音で癒されます。以上7選。仕事に対するハードルを下げる、本調子に戻るまでは単純作業、仕事終わりのご褒美、今の仕事に対する不満を書き出す、仕事に対するビジョンを描く、部屋の片付け、自然に触れる、ぜひトライしてみてください。休み明けは無理しすぎないようにしてくださいね。何事も完璧を求めると辛くなってしまいますから、これぐらいでいいやと思うことも大事です。せめて連休明けの1週間くらい自分を甘やかしてくださいね。自分に優しくしてあげてくださいね。応援しています。それではまた、さようなら。